車両かなんかであれば、それが郊外に出るんで、大体すいません、ご六号ですけれども、はい、先般からその懸念されてます、周辺燃料のプールの除熱というかですね、まあ、プールの温度が上がってますんで、とりあえず五六号、電源が来てまして、水素ポンプ、シートラポンプが、これが五号、六号と使える状態にあります。なので、これで補給していきます。で、補給にあたっては、その普通に温度計があるんです、の温度計。これが今、おそらくは機体の温度が下がっているので、正しい温度を示していない、それがレベルが復旧してきたら、その警報が出るであろうと、そういったことを判断根拠にして、現場に行かずにです、ね、その警報の発生で終わって、プルスキーの補給をしたいと思います。はい、了解。